はい、こんにちは。今回はね、こういう骨董のものを紹介したいと思いますけど、特製の木製高級茶碗ってやつですね。今ほら、同時にこう若者たちの間にね、その昭和の時代のものっていうのに非常に興味があるらしくて、特に今の10代の子たちなんか意外なほど昭和のものにね、すごいこう憧れを持ってるようで、そういったものに対して非常に興味があるみたいですね。例えば昭和の時に流行った歌とか、昭和の時に、まあ、流行したものとかね、でそういったものにすごいなんか関心を持っているようです。でそうすると同時にそういうものにすごい関心を持っていると、私先ほどつぼのところでね、骨董に対する興味を持っている若者が少なくなっていると申しましたけども、同時にこれはある意味で言えば、これだけ今昭和のものに対しての強い憧れ感っていうのを持つようになってきてるってことは、これは素晴らしいことですよね。ということは、その流れに乗ればもっと古い時代、もっと古い時代へということに興味を持ってくれるかもしれない。そしたら、こういう骨董だとか壺だとか皿だとかいろいろあるけども、そういったものにまで興味を持ってくれるいいチャンスかもしれないと、こう思ったわけですね。で、まあそういう思いもあって、で、やっていこうっていうふうになってね、まあそれはある時こうきっかけになったのが、ある骨董のお店の人がね、そのきっかけを与えてくださったんですよ。要するに今の骨董っていうのは、私は長年ずっとコレクションにして集めてたんだけども、でも今はね、そういったものをこう、なんていうのかな、その意思を受け継ごうっていう若者が少なくなってるっていうのは、これは残念だなっていう風な感じでね、ちょっとこう、その時聞いた時になんかこう、まあ、残念そうにしてたんですよね。だから、これは申し訳ないっていう思いがあってね、私たちは同じ若者でありながら申し訳ないと。昔の人たちがこうね、伝統を受け継いできたのを、それをね、紹介できないな、紹介、今まで知らなかった、でそして紹介もしなかった、これは本当に申し訳ないと思って、だったら自分は今こうやって動画を出せるようになった、こういうある意味そういう時代になったわけですから、それを通してこう伝え、下手くそな説明かもしれない、正直自分は知的があって発達があるからきちんとした説明ができてねえじゃねえかって言われてしまうこともあるかもしれない。でも下手くそな説明でも、誰かにその良さをこう伝えていってほしいなって、そう思いました。でこういう動画を撮りましたってことで、今回はね、その次の第2弾の形なのかな、ね、高級木製、高級陶器というものでね、高級なもんですよ、すごいもんですよ。でこういう陶、こういうものってのはね、意外と買うとね、万円して高いんですよ、結構買うと結構お値段しますからね、もう万円ですからね、もうね、箱付きでございます。もう開けてみたって感じですけどね、こんな感じになってるわけでございますよね。見てください、このね、綺麗なね、ね、お皿ね、お皿です。多分これね、ほらおまんじゅうとかさ、それこそまんじゅうとかさ、なんかほらグミみたいなお菓子あるじゃん、そういうのにこうクッキーとか、クッキーはちょっと合わないかなと思うけど、まあそういう風なものをこう、和菓子っていうのかな、そういったものをこう盛り付けするのにちょうどいい大きさですよね。でこういったものにね、そのね、食べ物を盛り付けるっていうのはね、なかなかまだ違うんですよ。その買ってきたさ、あの安いさ、なんかプラスチックみたいなのがあるじゃないですか。ね。ああいうのにね、袋からどうして食べるっていうのもいいだろうけど、ああいうものよりはこういうものにね、器を持って、で、そしてお菓子を食べるというね。また違うんだよ、そうすると。自然と不思議なこと違ってね。もう、しかもこういう高級なものですから、こういう高級なものね、より一層美味しくいただける。だからある意味安いお菓子があるじゃないですか。安い和菓子があるけど、安いお和菓子をこういうものに買って、こういうものに入れてみてください。そうするとね、全然違いますよ。あれ安いお菓子だったんですけど、高級のお菓子に変わっちゃったって。ね、
こういうふうにもう変わるんでございますね。ですからまあなんていうんですかね、こういうふうな、もういいですね、こういう種類を見ても綺麗なね、丸い形してて綺麗な色合い出してるでしょうね、いい色してますねみたいなね、なかなかこの赤い色っていうのかな、この色はなかなかいいだね、今のものづくりにはないある意味色合いだよね。今のものづくりってのは本当何回も言って申し訳ないんだけど、お金お金お金みたいなね、利益利益利益みたいなね、もう利益のことばっかり考えてるから、いいものがされ作れない、いいものが作れないから、どん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 品質が下落していってしまうね。だけどこういったものは昔の職人さんが一生懸命作ってね、みんなに喜んでもらおうと思って一生懸命心を込めて作ってくれた。でそしてそれを誰かが買って人がいて、それを楽しんでるね、まあ言ってみればマニアの人たちがいるわけだ。でもそういう人たちのために一生懸命職人さんが作りました。素晴らしいじゃないですか。今みたいにね、あんな機械ロボもう完全に機械に任せて作ってるのとわけが違うんだよね。だからある意味今どんなにいい機械でロボットが進化して、どんなにいい機械を使ってものを作ったとしても、これほどの良いものを作れるかっていうと、それはできないんじゃないかな。こういうのは人間のその職人さんの技ですからね。ロボットはその職人の技を果たして受け継ぐことができるかって言ったら、まあ今の時代もそうだし、今後の未来の時代においてもそれはかなり難しいんじゃないかなっていうのはありますけどね。やっぱりそのなんていうんだろう、機械が作ったものっていうよりは人間が一つ一つ丁寧に込めて作っていったものというのを見ると全然違いますよね。うん、やはりこれはある意味ではロボットは悔しいと思いなさいって言ったって、ロボットは心がないからね。そんなこと言ったってロボットは心がないですから、まあロボットにそんなこと言ってもしょうがないんですけども、ただまああれですね、こういったものをね受け継いでってほしいなって。でこうやってまたね、箱がまたいいんだよね。こういう箱が良くて、この白いなんかなんていうのかな、こういう包み紙みたいなね、こういうのもまたいいでしょう。でこういう中にこう入れてね、いやーでも素晴らしいね。こうやってさ、なんていうの、もう昭和から今平成の何年だった話なんでしょ。でももう2000年から入ってからもうすでに17年経ってるわけですよ。すごいですよね。そうするとこれから先2020年ね、2020オリンピックが始まるわけだ。その時になって外国の方がやってきた時、こういう陶器を見せてね、いやー日本というものはこういう古い時代からこういうものをこう大事にしてきたんですよって外国のお客さんにお見せするわけですよ。そしたら、おお、ビューティフルみたいなね、そんな感じでもう言ってくださると大変ありがたい。ね。でもこういったものをね、これがある意味日本が誇れるものなんですよ。こういった陶器だとかこういったものって日本が誇れるものなのね。だから、なんて言うんだろう。陶器だとかこういう木でできたやつとかさ、なんかこういうのって本当に落ち着くね。なんか実際そうらしいね。木でできたものってなんかそういうなんか成分かなんかが入ってるってなんか聞いたことあるんですよ。でそれでなんか非常に落ち着かせるものがあるらしいですね、木って。だから例えばよくランジャタイとかあるじゃん、ああいう木の匂いとか嗅ぐとすごいなんか香ばしくてさ、シノキの香りとかさ、あれなんかすごい癒されるわな。だからあの匂い嫌だって人はあんまり聞いたことないもんね、逆に。だからそういうふうになかなかね、こういったものを集めてみるといいんじゃないでしょうか。確かにこういったものってのはね、まあ年月も経っておりますから、それなりにお値段はまあお高くはなっております。下手したらね、うんまん円って話になってしまうかもしれない。だけどそのうんまん円を手にしてても、こういったものを手に入れても、これは一生もんですから、こういったものは。もう大事に大事に使おうと思う。だから逆に言えば、こういう一生のものを、ね、すごい安い値段で、はい、10円ですよ、100円ですよ、なんてとんでもないお話でございますよ。そんなお値段で買ったらね、本当に申し訳ない話ですよ。私はそういうのは非常にけしからん話だってね。もう10円や100円なんて安すぎると、これではね市場にもったいない。だから
だったらね、もう千円とか万円とかして買っていただいた方が、あの市場にこういったものたちも喜びますし、ましてはこういった動画を出してればね、なおさらこう喜んでいただけるんじゃないか、陶器とかこういった昔のものも喜んでくれるんじゃないかって思ってね。だからまあこういったものをね、またあったら紹介していきたいなっていうふうに思いますね。この箱ね、なんか見ますけどいい箱でございますよね。高級木、高級な高級木製高級陶器っていうのかな、なかなかいいですよね。こういうのってほんと高いですからね。昭和の当時ですら高いわけですから、もうこの平成の何年だっていう時になったらもっとすごいでしょうね。これはもう紛れもなく本物ね、でございますから、いやなかなかこういうものを持ってるといいですよね。いいものを持ってるといい運気呼んできますからね。というわけでどうもありがとうございました。